関東トップの武闘派組織として呼び声高い康平一家。今回はその13代目総長に就任している加藤秀幸の半生をまとめていきます。加藤秀幸は福島県福島市で生まれ育ちました。高校卒業後の彼は国士舘大学に入学します。入学後の加藤はヤクザや右翼などの世界に OB が多い国士舘大学の中でも不良が集まっていた武道部に入部したそうです。そこでのつながりから彼はヤクザと関わりを持つようになりました。その流れで渋谷にある住吉会系康平一家傘下池田会の事務所に出入りするようになります。池田会は池田会長という伝説的武闘派ヤクザが率いた組織です。この池田会に加入してヤクザとなった加藤は着実に力をつけていき、組織の勢力拡大に尽力しました。当時の池田会には若手の有望株がひしめいていたのですが、その中でも加藤は頭一つ抜けた存在だったそうです。結果として彼には早くから幹部である若頭補佐の役が与えられています。1970年代加藤が属する池田会と東京の敵屋系暴力団である極東会との間で池袋を舞台とした抗争が勃発しました。抗争勃発のきっかけは池田会が極東会の縄張りを犯したことです。抗争が始まってからというもの、両組織は互いに事務所や組員への襲撃を繰り返すようになります。抗争開始からしばらくしてもこの激しい争いが下火になる気配はありませんでした。むしろ状況は悪化の一途をたどっていきます。このようにして抗争が長引いた結果、後に本件は10年戦争と呼ばれるようになりました。長きにわたる熾烈な勢力争いに終止符が打たれたのは1983年のことです。この年に池田会の上部団体である住吉連合会で会長を務める堀正夫と極東関口三浦連合総長の松山真一が話し合いの場を設けたのです。ここで両者は和解の道を選び、多くの被害を出した抗争がようやく終結しました。ただ抗争終結に至るまでの間に池田会は誤って警察や無関係の民間人を銃撃する事件を起こしています。これは関東に存在するバクト系組織の親睦団体である関東20日会の規定に反する行為でした。その規定では一般民間人または警察官並びにその抗争とは何ら関係のない人らに向かって危害を加えた場合は破門または絶縁処分とするとされています。そのためこの規定にのっとる形で池田会長は破門処分となりました。これによって彼が率いていた池田会は解散します。ここで加藤は池田会の上部団体である康平一家内に自らの組織である加藤連合を結成しました。こうして三次団体の組長となった彼は新宿歌舞伎町を拠点に活動しています。加藤連合は歌舞伎町で地回りを積極的に行っていました。そうすることで土地との結びつきを強化していったのです。結果として加藤は武闘派ヤクザでありながら歓楽街の人気者になりました。実際彼が縄張りとする歌舞伎町で生きる人々からは紳士的な人という印象を持たれているそうです。そうは言っても加藤がヤクザであることには変わりありません。揉め事となればすぐさま戦闘態勢に入ります。1990年代から歌舞伎町にはヤクザだけでなく中国人不良グループやアジア系、中東系、アフリカ系、南米系マフィアなどが進出してきました。基本的に関東のヤクザ組織は抗争を避ける傾向が強いのですが、加藤率いる加藤連合は敵対組織と真っ向からぶつかっています。そのようにして加藤連合は熾烈な抗争を繰り返しながら歌舞伎町を手中に収めていきました。1990年代半ばからは日本最大規模の暴力団である山口組も歌舞伎町に勢力を伸ばしてきます。これに対して最も対抗したのも加藤連合でした。とりわけ5代目山口組の直系組織である太田会とは激しく対立しています。両組織は路上での乱闘事件などを重ねているのです。このようにして山口組に対しても一切引かない姿勢を見せていたことから、加藤連合は住吉会切手の武闘派組織として認識されるようになりました。こうした認識が業界内で広まった結果、加藤連合は住吉会の枠を飛び越え関東ナンバーワンの武闘派組織として絶大なる知名度を得たようです。そんな組織を創設した加藤が住吉会や康平一家の重役に上り詰めることは早くから確実視されていました。そうした周囲の評価通り、彼は2002年に住吉会の執行部入りを果たしました。その翌年にあたる2003年に康平一家や加藤連合を語る上で外すことができない大事件が発生します。前橋スナック銃乱射事件。
事の発端は2001年8月18日に東京都葛飾区にある葬儀場で住吉会系組員の通夜が行われていた際に、長和会大前田一家系組員の吉川和美と村上義雄が乗り込んできたことでした。彼らは敵対する住吉会の有力者が集まる通夜を狙って襲撃に来ていたのです。こうしたギリバの襲撃はヤクザの世界においてタブーとされている行為でした。しかし稲川会系組員の吉川と村上はこのタブーを犯して通夜会場を襲撃し、住吉会系組員2名を射殺したのです。発砲に気がついた住吉会系組員は吉川と村上を取り押さえ組事務所に監禁します。そこに事件のことを知った警察がやってきて、襲撃犯2人の身柄を引き渡すように説得し始めました。住吉会はこれに応じる形で襲撃犯の身柄を警察に引き渡します。結局この件をめぐっては稲川会総本部長の岸本拓也が引退するのとともに、襲撃犯が属していた大前田一家を名跡抹消の上で解散させるということを条件に手打ちとなりました。しかし住吉会の中にはこの対応をよく思わない者もいたようです。中でも事件当日に会場の警備を担当していた公平一家参加矢野睦美会の矢野治会長は怒りを抑えられずにいました。そしてついには稲川会への報復を決意します。こうして矢野睦美会を中心とする住吉会系組員による稲川会襲撃が始まりました。まず最初に彼らが狙ったのは元大前田一家総長の小田立夫です。矢野の命令を受けた襲撃部隊は火炎瓶と火炎放射器を使って小田の自宅を焼き払おうとしました。ですが本格的な火事になる前に関係者に発見され、火は消し止められてしまいます。これ以降小田の警備は強化されたため、殺害計画はなかなかうまくいかなくなってしまいました。そこで矢野は報復の対象を元大前田一家総長の小田からナンバー2の後藤邦夫に変更します。そして10月14日に実行部隊が後藤の乗る車に6発の銃弾を撃ち込みました。ですがターゲットである後藤の体に命中したのはそのうちの1発だけだったようです。しかも当たった場所が急所から大きく外れた右肩だったため命を奪うことはできていません。後藤が生きていることを知った実行部隊は矢野の命令のもと後藤の行きつけのスナックで再度襲撃する計画を固めます。そして2003年1月25日に計画を実行に移すことにしました。実行役の組員はスナックの前にいた後藤のボディーガードを射殺するとヘルメットをかぶって店内に入っていきます。そして後藤の他に8名の客と経営者の女性がいる店内で銃を乱射したのです。これによって無関係の一般人3名が射殺されてしまいました。そして後藤と客の2人が重傷を負っています。ただし彼らが命を失うことはありませんでした。こうして2度目の襲撃も失敗に終わったのです。それどころか無関係の一般人を巻き込んでしまいました。当然警察は本格的な捜査に動き出します。そして実行犯の組員と首謀者である矢野を逮捕起訴しました。それから始まった裁判の中で彼らには死刑判決が下されています。こうして死刑囚になった矢野は2020年1月26日に収容先の東京拘置所で自ら命を絶ちました。なお抗争の発端となった通夜会場襲撃事件の実行犯である吉川と村上は住吉会から警察に引き渡された後に殺人や銃刀法違反などの罪で逮捕され刑務所に収監されています。そんな2人のことを刑務所で待ち構えている人物がいました。その人物の正体は住吉会系公平一家傘下の組員です。公平一家は武闘派組織であるため当然懲役に行っている組員もいます。そうした組員の手によって吉川と村上は刑務所内で報復されることとなったのです。吉川を襲ったのは熊本刑務所に収監されていた加藤連合の組員でした。この組員は吉川の体を霧で十数箇所突き刺し重傷を負わせています。村上も収監先の徳島刑務所でリンチを受けました。彼はその後自ら命を絶っています。この衝撃の後日談により公平一家及び加藤連合は一層増して武闘派と印象付けられました。そんな中加藤は2006年に住吉会の外交担当である生涯委員長に就任しています。そして2007年には13代目公平一家総長を継承しました。こうして彼は名実ともに関東トップの武闘派組織を率いる存在になったのです。その後加藤は住吉会総本部長を経て代表代理特別後見人特別相談役を務めるなど住吉会の最高幹部を歴任しました。そんな彼は他団体とも杯を交わしています。6代目山口組から離脱して新たに神戸山口組を起こした井上邦夫とは兄弟分です。そのため神戸山口組の結成式には加藤も出席しました。
これにより一時期は公平一家が神戸山口組に参加するのではないかという噂がささやかれていたようです。その他にも公平一家が住吉会から離脱して一本の組織になるのではないかという噂がまことしやかにささやかれたこともありました。そのようにして業界内外から動向に注目が集まっていることからもわかる通り、裏社会における加藤の影響力は絶大なのです。彼は今年に入ってからも気になる動きを見せています。2023年4月23日東京都新宿区の寺院で極東会特別顧問である米沢明の通夜が執り行われた際に加藤が弔問に訪れました。こうして早朝自ら足を運ぶことで関東ヤクザ界におけるその圧倒的な存在感を改めて示したのです。いかがでしたでしょうか。住吉会傘下の団体の中でも最大規模の勢力と戦闘力を持ち合わせている公平一家の総長を務める超武闘派ヤクザ加藤秀幸、凄まじい影響力を持っていることから彼の動向は業界関係者だけでなく警察当局からも注視されています。実際東京最大の暴力団である住吉会次期会長の呼び声も高いのです。それではご視聴ありがとうございました。